はい、皆さんこんにちは、しもりーです。はい、ということで本日の動画なんですけれども、サムネ見てもらったらもう分かってるとは思うんですけれども、阪神こちらの選手ですね、個人的に結構強いんじゃねえかなと思っております。使っていきましょう。近本浩二選手に当たりで使ってみこう。はい、ということで今回ですね、こちらに表示されてます2024シリーズ1最新近本選手の方をリアタイ12球ダウンなんで今回使っていきたいと思います。選手見ていきましょう。なんと中弾道ミート 79%69、 総力85、総力型の選手でございます。守備適性ですね、センター A83 持っています。裏捨て BCE ということで、まあ、肩はちょっと弱くはあるんですけども、守らせるには十分、守備範囲もかなり広い選手となっております。特殊能力ですね、超アベレージヒッター、チャンスメーカー、盗塁ということで、このチャンスメーカーとね、アベレージヒッターですね、こちらどちらもね、打撃のステータス上げてくれますし、超アベレージヒッターはですね、ミート大アップということで、こちら結構ですね、打ちやすくなる、特殊能力になっておりますし、チャンスメーカー持っているので、まあ、使うんであれば、できれば1番で使うのを個人的にはおすすめしたいかなと、まあ、思っているんですけども、今回ですね、オーダーの方がですね、こちらのようになっておりまして、1番近本、2番中野のですね、阪神コンビ、こちら2人ともチャンスメーカー持ってるんですけども、まあ、1、2番でこちらの阪神左バッター、こちらをですね使いまして、まあ、かなり打ちやすいですし、近本選手は守備もかなりいいので、まあ、そこの安定感的にもですね、まあ、かなり使いやすい選手ということで、今回ですね、まあ、近本選手、中弾道でこの、ね、能力なんですけども、これでホームランかわせたら一発かましていきたいなということで、早速リアタイ12球団いきたいと思います。いきましょう。はい、ということでよろしくお願いいたします。1周目の方やっていきたいと思います。今回高校ですね、こちらの先発ピッチャー山本由伸投手ということで、まあ、今ちょっとね、メジャーで怪我で離脱はしてるんですけども、まあ、リアタイのではしっかりと抑えていきたいというところありますし、まあ、ワールドスターでもですね、多分出ると思うので、まあ、そこでしっかりね、個人的にね、ゲットしたい選手の一人でもあるということで、しっかり抑えながらで、センター近本選手ですね、かなり守備いいので、正直ですね、センター的に A っていうのはかなり強いと思いますし、まあ、走力も85あるので、守備範囲に関してはもうかなり群を抜いてる、現役の中でもかなり、ね、守備範囲ですね、広い選手だと思いますので、まあ、正直リアタイでも個人的に結構おすすめです。普通におすすめ、別に阪神純粋じゃなくても近本選手ね、結構強いとは個人的に思ってるので、はい、中野ショートに中野選手でございます。セカンドではなく私はショートで使っています。まずは先頭バッターを打ち取っています。ゴーゴーで、近本選手、バッティングもね、結構いいと思ってるんですよね、個人的に。まあ、左バッターっていうところもありますし、個人的に結構最近、中弾道にはまってるというところもあって、まあ、中弾道でも全然ですね、まあ、ホームランもかませますし、まあ、ホームランかませるというところですね、まあ、見せる動画でもあるので、ここね、今回しっかりと見せていきたいなというところで、とりあえず山本由伸、抑えます、バッチリと、ファースト、ダブルチ、まあ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 、おいボール、オーケーオーケーオーケー、いいよ。まあ、できれば近本選手の守備も見せたいというところはあるんですけれども、まあ、それは相手次第なんで、こちらでコントロールできることではないので、まあ、あれなんですけども、はい、キャッチャー、ピッチャー、ナイスキャッチ、由伸、強っ、マジ、岡本、全然合ってて、ね、いこう、セカンド、ファースト、オッケー、ナイス。はい、ということでバッティングの方いきたいと思います。相手先発ピッチャー田中将大投手ということで、1番近本を頼みます。いいよ、チャンスメーカー、4変化量マイナス、一発かもします。これね、インコース来たら、インコース来たらマジ勝ち込めると思ってるんで、ツーシームストレートインコース入りながら、何やってんの、えお、アウトかい、ポロってんのにアウトかい、おい、まあ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 、1打席目はいいわ、1打席目はしょうがないんで、はい、ナイス、中野、1打席目はしょうがないんで、まあ、これちょっとね、多分ね、この試合に2打席目は回らないと思うんですけど、リアタイでもやばい、最強、やってんね、今のはやらかし、やらかしですけど、野球はツーアウトか、ツーアウトから、ここから3点取ってコールド見せようか、おい、やめてほしいね、その嫉妬、その嫉妬やめてほしい、ちょっと。柳田さん
妬はダメ、嫉妬は打つ、ジータに嫉妬は打ちます、さすがに。あざす、嫉妬あざす、スピードボールを持っています。ビフライ高橋さん、吉野部2者連続、2球同じところはダメ、セカンドゴロ、ファーストゴロだ、はい、オッケー、セカンドゴロ狙い通りということで、ありがとうございました。ということで、まあ2試合目いきたいと思います。はい、ということでよろしくお願いいたします。2試合目の方やっていきたいと思います。今回先行ですね、相手先発ピッチャー藤井耕也投手ということで、まあ写真変更かましてるんですけども、これはあの強い時のね、あの藤井耕也投手だと思うので、まあそこだけね、チラッと確認してからバッティングいきたいと思います。あー強いね、これエキサイティングでしょ。オッケーオッケーオッケー、強いやつ、はい、いいよね。そういう意味でも一番バッターにいいよ、フォースローいきたいと思います。集中、アベリジッター時点でミート80、集中していくのか見ていきましょう。ガガーファール、今ホームランボールだった。こっから追い込まれるから野球を、オッケーオッケー、粘るよ、こっから粘るのが俺よ、真骨頂よ。あ、いいよ、見えてる。さあ続いて、外れてボール、ゴー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 、加えていく、合格なくてもあれだけ飛びには、それが中断道ってやつでございやす。これが中断道、まああの先行なんで、これちょっと2打席目できればこっからバッティング頑張って回したいなっていうポーズがあります。オッケー、超えるでしょ、これ。パワーですね、はい、パワーが足りないけど、ナイスタッチ。さあ行きましょう、3番ショーペイオッタリ、こっから回すわ、とりあえず2打席目、ここで先制点を取って、いやー今のホームランボールですか、残念ながらホームランボールだったけど、オサリコもう間違いなく中断度よりアーチストが強いんだけど、中断度でもいけると。よいしょやば、こんな打てる、こんな打てるってくらい打ちやすいし、振る岡本、岡本、うん、アウト。まあ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 、切り替え、うん、切り替え大事やん、野球って切り替え大事やん、いらないよ。まあ回転見えやすくはなってるんですけども、目慣れてて、でもね、強いのは間違いない。甘い、はい、ということでこちら先発ピッチャー大野投手ということで、まあまあまあピッチングのはしっかり抑えて、小松近本選手2打席目ちょっとねできる回していきたいということ、多分1人か2人出たらね回ってくると思うんで、これちょっとね、頑張って回していきたいなということで、投球は飛ばします。はい、ということでバッティングですね、1人出たら近本選手回ってくるんで、これ集中していきたいと思います。オスナからのスタートですね。え、ストライク今の、ちょっとリプレイみたいね今のは。オッケー、あー惜しい、フォロースルー完璧なやつで、次はフォロースルー、いけ、打つよ、カカカカカカビッグライブ村上さん、回ってきました、近本君、ポーズでいきます。さっき打ってるんで、インコースインコース、初球は何から入ってくるか、いや、カーブ、カーブ入るはいかついけど、集中していきます、しかもポーズのポーズ、絶対ポーズでいらん、えぐいんだ、そのビタ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 無理ね、それちょっと、はい、手で集中います、いや、あ、いよいよいよ、ポーズでいきます、近本見せます、強さ、いらん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 、こっからエイミー出る、フォアボールいらないよ、フォアボールだけはいらない、押すでいこうか、はい、外のストレートわずかに外れた、ガガ、うん、まあ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 、はい、ということで続いての試合いきたいと思います。相手のピッチャー菅野投手ということで、こっからは近本選手をバッティングだけお届けということで、徳能がね、阿部比利しか出ないという、チャンスメイカーが出ないというか、するだってます、集中、これいらんよ、いよいよいよ、ストレートいきます、ストレートワンシームですね、スライダー振らないようにそこだけ集中で一発かましますここ、思いっきりいきます、うわ、いいや、いいとこおるー、はい、
それでは続いての試合いきたいと思います。相手はまず山本由伸投手、1番近本バッティングかま徳野を頼む。いやまあ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 、まあ、チャンス目勝てないね。阿部にはいいんだけどさ、まあ確かにいきましょう。1人としてもいきますし、ここでバッチやっぱ、ね、ヒットは打ちやすいよ、めっちゃ。ホームランはかわせるか怪しいんだけど、ヒットはバチ打ちやすいんで、盗塁決めましょう、ここちょっと。はい、完璧すぎる盗塁。盗塁もいけるんで、近本さん。近本さん盗塁もいけるんで。はい、ということでよろしくお願いいたします。次の試合いきたいと思います。相手を打つと、大野投手ですね。ちょっとここホームラン狙って、インコースツーシームストレートガチガチに狙って、ちょっと勝ち込んできてなと。チャンスメーカー出ましたということで、パワー上がってます。まあ、そうですよね。そういう意味でも。いや、これね、ツーシームストレートで、多分ね、インコース思いっきり引っ張れホームラン入るんで、ちょっと狙ってね、思いっきりいきたいと思います。集中。ツーシーム来い。集中。いないな、それはいない。で、今のツーシームね、下方向のツーシームがインコース来てもらったらホームランいきます。よいしょー、バッチー。まあ、ツーベースでもナイスなんだけども、ちょっと次、ラストちょっとガチガチホームラン狙って、ちょっと一発勝ち込んでいきたいなと思っておりますので、ちょっと次に行きたいですね、マジで。はい、ということで、続いての試合ですね、ダルビッシュ投手、A ランクなんですけれども、ここホームラン思いっきり狙って、ツーシームストレートインコースになりまして、徳能との、オーケー、アメリカンスメーカー、完璧。これちょっと狙います、ツーシームストレートインコース。ファールで OK くらい思いっきり引っ張ろうと思います、集中。初球は何から入ってくるか。カーフー、うわー、チェスティー。まあ結構長打も打てるので、まあ左ピッチャーね、ちょっとね、しかも打席近いので、ちょっとバッターボックス、ちょっとね、打ちづらい感あるかもしれないんですけれども、まあ守備適性含めて結構ね、使いやすい選手ではあると思うので、皆さん持ってる方、ぜひとも使っていただきたいなと思いますので、ぜひともチャンネル高評価、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。